エミリオ・グレコは、イタリアの彫刻家、画家。ペリクレ・ファッツィーニと並んで、イタリアの現代具象彫刻を代表する作家として、知られる。ピノッキオが生まれた村コローディのピノッキオ公園に、グレコのピノッキオのブロンズ像が設置されている。夏の思い出カターニアに生まれた。13歳の頃から、石膏のもとに、弟子入りしたが、その後に、パレルモの美術学校へ通った。 1943年には作品を展覧会に出品していたが、第二次世界大戦が終わるまでは十分な創作活動をすることができなかった。終戦後の1946年には初の古典を開催。1948年にはローマの美術中等学校のティーチングアシスタントとして勤務した。1968年に ローマアカデミア美術学校教授に就任。グレコの作品は日本でも親しまれており、1971年には日本で大規模な開古展が開かれたほか、1974年には箱根彫刻の森美術館にグレコガーデンが開設され、グレコの作品を展示している。その他、岡山短期大学やアリマグランドホテル、鉄橋など各地に、グレコの作品が展示されている。 また、新谷周期、小形義信などグレコに支持した日本人もいる。1991年には、エミリオグレコ美術館がイタリアのオルビエートに開館し、60点の絵画作品と32点の彫刻作品を収蔵、公開している。また、1994年には、記事カターニアにも別のエミリオグレコ美術館が開館した。1995年、 ローマで死去、ありがとうございます。